カンヌール皇位戦は1507年の4月から8月までの4ヶ月間続いた、皇上戦。現在のインドのケイララ州のカンヌールの郊外にあった、ポルトガル軍の聖アンジェロトリデを、地元の領主がカリカット君主ザモリンとアラブ人に支援されて、攻撃した。この戦いは、1506年にザモリンの艦隊がポルトガルに敗れたカンヌール海戦の後で起きた。1501年初頭に、 ポルトガル第二次インド派遣艦隊の提督、ペドロ・アルバレス・カブラルとカリカットのザモリンの敵対関係が始まった。以後長きにわたってカリカットはポルトガルの敵となった。その後、カンヌールのラージャであるコラティリが、カンヌールの香辛料市場で取引するために、ポルトガル人を招いた。ポルトガル第四次インド派遣艦隊との間で、条約が調印され、 小さな柵で守られたポルトガル商館が1502年に設立された。1505年の後半、ポルトガル第7次インド派遣艦隊で赴任した、ポルトガル領インドの初代総督である、フランシスコであるメーダは、カンヌールに、石造りの砦を建てる許可を得た。150人の要塞の守備隊がローレンソで、ブリッドの指揮下に置かれた。ポルトガルとの同盟を精力的に追求していた古い。 コラキリラジャは1506年に亡くなった。継承問題が起きたため、カリカットのザモリンは、ケーララ海岸の正式な創始国として介入した。その結果、カンヌールの新しいコラキリラジャは、ザモリンに恩義がある一方、ポルトガル人にはあまり好意を持たなかった。当時、ポルトガルはカルタス政策を行っており、勢力圏内を航行する船はそれを保有するように、強要していた。 ポルトガル船はカルタス持たない、インドの船は攻撃して沈め、船員たちは縫い合わせた保護と海に投げ込んで殺していた。この許可証は、コーチン、またはカンヌールの指揮官による署名が必要だった。コラットナズの民はこの事件に大いに起こり、彼らの統治者であるコラティリに、ポルトガル人を攻撃するように頼んだ。 包囲攻撃は1507年4月27日に始まり4ヶ月続いた。コラティリは4万人のナーヤルで攻撃した。ザモリンはカンヌールの支配者に21門の大砲と2万人の援軍を出した。ローレンソでグリット指揮下の中屯地の火力は強力で数千人からの大規模な攻撃をも撃退できた。このため工場船はすぐに行き詰まったが、マラバリ人の陣地は 面の梱包を並べて作った壁によって、ポルトガルの大砲から守られており、ポルトガル人はゆっくりと飢餓状態に追い込まれていった。フェルナン・ロペス・でカスタニオーダによるこの戦いに関する報告では、8月15日にロブスターが波で打ち上げられていたのに驚かされ、救われたと述べている。オナム祭りの前の大規模な攻撃によって守備隊は、ほとんど蹂躙されかけたが、 最終的には撃退された。しかし、この結果、守備隊の大部分が負傷した。ポルトガルの中東軍が圧倒される寸前、8月27日に、トリスタンダクーニャの指揮する11隻の艦隊、そことラ島から来た、ポルトガル第8次インド派遣艦隊が現れた。艦隊は300人のポルトガル兵を上陸させて、海外に成功し、要塞を解放した。 ポルトガルとコラティ・ディラジャの間で結ばれた和平によって、引き続きカンヌールのポルトガル拠点が維持されることと、ポルトガルが香辛料市場での取引することが認められた。これらが起きた後、1508年のチャウル海戦で、ポルトガルが敗北した。ありがとうございます。